はい、久保です。今日はサプライチェーンの設計と管理の第9章、顧客価値とサプライチェーンマネジメントについてお話ししようかと思います。でここで、取り上げられているケーススタディは、あのデル、あのパソコンのデルの、サプライチェーンで、まあ、あの昔はパソコンというのは店舗に置いてあって、お客さんが、自分で買っていくというのを、まあ、根本から覆して、お客さんがデザインをして、まあ、1週間以内にそれをお届けするとという、ビジネスモデル。でこれはまさに顧客価値の創造にあたるということがこのケーススタディでは述べられています。まあ、早速始めましょう。全体の流れはこんな感じになっていまして、顧客価値とは何か、顧客価値の切り口で、動的な価格決定戦略、いわゆる収益管理ですね、とか、顧客価値のその評価尺度ですね、とか、あと情報技術と顧客価値、こういう流れで説明していこうかと思います。最初に顧客価値とは、カスタマーバリューっていうんですけど、何かっていうと、まあ従来の方法だと、まあ、あの供給する側がメインで、まあ、不良品とかね、社内で測れる品質保持基準とか、顧客サービス率、まあ、の品切れしてないとか納期守るとか、そういうので、顧客の価値というのを想像してきたんですが、もうちょっとそれ古くなってきてます。最近ではその価値をその欲しがるのは、カスタマー、顧客側なので、顧客がなぜそのサービスというかその製品、その会社を選択したかという理由を考えて、よりそのサービスというか価値が上がるように、顧客の価値が上がるような戦略を取るというのが、このカスタマーバリューというのに注目した戦略です。それにまあサプライチェーンを合わせる必要がある。どうやって合わせるかというのがこの書の主題です。で、顧客価値の切り口ですね。で、まずその顧客の要求との適合性何かっていうと、顧客価値っていうか、そのサプライチェーンの役割そのものが、顧客にとって必要な製品を、まあ、必要な時に要求するというのがサプライチェーンの元々の定義でした。で、まあ、それによって顧客が欲しい時に物がすぐ手に入る、安く手に入るっていうのが、まあ、顧客価値であるっていうのがまず一つ目の、切り口です。もう一つが、まあ、製品の種類ですね。いろんな種類があった方がお客さんは喜ぶかもしれない、ね、それが一箇所で買えると喜ぶかもしれない。で、一種類の製品、スターバックスとサブウェイなんていうのは、あの一種類の商品、まあ最近いろいろ売ってるんですけど、まあ当時はコーヒーだけ、いいコーヒーを提供する。で、まあいいサンドイッチを、だけを、まあいろんな種類を提供する。だけど、種類は一種類だと。まあ一種類でも、それがその味がいいとか、いろんな味が楽しめるとか、それによって顧客の価値が創造されているっていうのがこういう会社。で、一箇所でいろんなものが買えるっていうのが、まあ、いわゆるスーパーマーケットで、まあ、ウォルマート。で、ホームデポだったりすると、まあ、ある一つのカテゴリーに含まれている製品だけがそこに行けば何でも手に入ると。で、こういう製品ラインナップをそのお客さんが喜ぶにはどういう形で提供していけばいいだろうかっていうのが二つ目の切り口です。で、三つ目は、まあ、価格ですね。当然安い方が、その値段でこれが買えるんだったら価値が高いだろうというので、価格を重視している。ウォルマートがだから、まあ、エブリデイロープライスというので、価格重視と言ってるんですが、まあ、それほど価格には、ウォルマート自身はこだわっていなくて、それよりはサービスとか、情報提供とかにこだわっていると最近では言われています。あと、ブランド重視と。フェデックスなんていうのは、必ず翌日に持っていくというので、まあ、それでブランドを維持していると。で、こういうのが3つ目の切り口。で、付加価値サービスというのは何かっていうと、まあ、買った後のサービスとか、壊れた時の修理の速さとか、まあ、いろんなサービスが、付加価値的な、そのもの自体ではなくて、その周りにあるサービス。フェデックスだったりすると、ちゃんと翌日に持っていくっていうのも、まあ、付加価値みたいなものなんですけど、そういうのを、どうやって提供するか。最後が、カスタマーリレーションシップといって、顧客と一人一人の好みを考慮して、で単なる商品ではなくて、
その経験とか体験というのを提供する。それを持っていることが顧客にとってはその人生の一部で非常に価値を高めてくれるようなものだと。まあみんなで一緒に洗車しましょうとか、このパソコンを持っていると、仲間同士で、自慢できるとか、でそういうのが、このリレーションシップです。で次は価格の決定についてです。従来から収益管理、レベニューマネジメントという分野で、価格をコントロールして価格を変えることによって需要をコントロールしましょう。で需要と価格を適正にするためには価格を変える必要があるね。実際の普通のものの場合には難しいんですけど、いわゆる、ペリシャブルなもの、例えばホテルの部屋とか、航空機の座席とか、ある時間が来ると価値がゼロになってしまう。いわゆる陳腐化消費っていうんですけど、陳腐化っても実際に腐るわけではなくて、その時までやらないと価値がなくなってしまうようなものは、需要を価格によってコントロールして、例えばちょうど飛行機が飛び立つ寸前には満席になって、実際はちょっと多めにしておく、ノーショーって言ってこないのがいるんで、そういうのをコントロールする技術というのはその航空機会社の、では、昔から使われていました。最近はそれを一般の商品、なぜかっていうと、価格を変えたりするのってそう簡単ではないわけですが、インターネットで売る場合は非常に簡単なので、この収益管理を、より細かく、例えば顧客ごと、顧客を細分化して顧客のによってか、その価格を変えてしまおうなんていうことも、最近のはインターネットで売ったり場合は、試されています。いろいろ道義的に問題があって、飛行機の座席なんていうのは、顧客によって、買った時期によって、料金が異なるんですけど、同じ本をお客さんによって価格を変えるってのはいかがなものかというので、一時期Amazon とかで問題になってました。で、その顧客だけではなくて、時間帯によって、購入する時間によって動的に変える、というのがダイナミックプライシング、動的価格付けといって、この辺もきちっとデータを取って、価格と需要の関係というのはなかなかデータを取っても把握しきれないわけで、丁寧にやると、こういうことによっていわゆる収益を最大化することが可能になるわけです。で、次、評価尺度です。いろんな尺度があって、これに載ってないようなブランドとかもあるんですけど、大きく、サービスレベルですね。そのマーケットにどれだけその企業がその適合しているのか、そのサービスを提供できているのかというのは、会社によって違いますし、定義によって違うんですけど、サービスレベルというのがあります。品切れしてないとかね。で、顧客満足度、でお客さんがその商品を使って使うことによって非常に満足している場合はまた買ってくれます。でそういうのをロイヤリティと言います。で続けて同じブランドを買ってくれても他のブランドに移らないとなれば、その顧客価値というのは非常に高くなっていると考えられるわけです。で、サプライチェーン自体の効率の尺度では、昔から、サプライチェーン、オペレーショナルリファレンスモデル、スコアモデルっていうのが定義されていて、細かく分けていって、こういう納期遵守率とか充足率とか、いろんなこういういわゆる KPI ですね、キーパフォーマンスインディケーターによって評価しましょうというのがなされています。でも在庫管理、単なるこれは元になっている数値をかけたり割ったりしただけなので、それによって新しい知見が得られるとはちょっと、あまり思われないんですけど、コンサルさんはこういうのを出してきて、この値が変わったからどうこうっていうので評価したがります。そのためのこういうのが昔からあって、一応それも評価尺度になるでしょうということです。次は情報技術とお客価値です。最近当然インターネット、これ本書かれた当時は2000年ぐらいなので、最近は普通にもう使われているわけで、いわゆる顧客と会社間、いわゆる B2C では、インターネットで物を売ったりするのは当然で、で、インターネットでその商品のカテゴリーがどういうのがあるのか、で自分でその設計ができるのかっていうのはもう当たり前になってきています。とりあえずインターネット直販っていうのは今では主流になっていて、ほとんどがもうインターネットで手に入る
で、まあ課題になっているのはそこでの物流ですね、サプライチェーン。そこには当然コストがかかってくるんですけど、まあそういうのもだいぶうまく設計すれば安くできるので、まあこういう B2C 間では顧客価値は、まあ、いろんな工夫によって高めることが可能になります。で B2B でも顧客まあ当然、片方はお客さんなので顧客価値を高めることができて、まあ、例えば情報を共有したりすることによって、まあ、在庫を削減したり、またはそのサプライチェーン全体をこの情報技術を使って見直す。だからデルの成功事例なんていうのは単なる顧客のその購入という体験を変えたというだけでなくて、それに伴うその情報技術の革新がやはりあるわけです。インターネットを使ってダイレクトに製品が設計できて、そこからすぐに作り始めて、でその時には輸送ルートも決まってるなんていう情報技術の裏打ちがなくては、ああいったビジネスモデルはうまくいかなかったわけです。はい、ではこの辺で顧客価値については終わりにしようと思います。では。